れはよくやすぎに雪へと変わるだろう。誰が掘りない、きっと君は来ない。クオリティ低くない？一人きりのクリスマスイブ。ただいま。おう、おかえり。おかえり。おかえり。なんかいない間にプレゼントが、あれ？本当だよね。矢作氏に感謝するべきだよね。矢作氏が取ってくれたの？私のプレゼント。うん、まあ、そうかな。よかったよ。ありがとう。嬉しい。欲しかったんだ、これ。なんでそれにしたの？自分買えばいいじゃん。いやほらなんか、サンタさんがくれるっていうならさ、こうなんか自分で買おうと思ってたやつがいいじゃん？で、長谷川潤さん大好きだからさ、この写真集、欲しいなと思って。長谷川潤さんね。そうそう。あれなんか矢作氏さ、その名前聞くとなんか思うことあるんでしょ？いや別になんか古傷が痛いとかそんなことない。全然大丈夫。全然平気よ。まあじゃあその平気なテンションでね、このコーナー行きたいと思いますよ。私、花沢。私、矢作。私、トマス。全然はね、去年ものすごい引きでしたから、今年どうなるのかっていうのも注目しつつね、見たいと思ってるよ、今年も素晴らしい引きを、はい、見たいですよ。私が尊敬してやまないモデルの長谷川潤さん、はい、そんな長谷川さんはどんな時でもポジティブです。私もそれを見習ってみんなを元気にしたり、過去に私に励まされちゃったリスナーさんからのエピソードを紹介し実演したりしていきます。というわけでね、今日は潤ちゃんがなんか、綿まみれのじゅんちゃんが3人。やめてよ。何してんだよ。やめて、冷たいじゃん。はい、行くよ。そんなわけで今夜は、先にどんな姿に励まされたのかを紹介し、その後誰が実演するかを決めていきたいと思います。なるほどね。はい、まあね、前回同様かな。というわけで、じゃあメッセージ紹介していきましょう。はい。人からネーム、女王のキスさんからいただきました。はい。ありがとうございます。じゅんさん、こんばんは。こんばんは。2012年はいろいろなことがありましたね。ありましたね。特にスカイツリー開業は日本の新たなシンボルの誕生の瞬間を見ることができて興奮しました。うん、そういえばジュンさんはスカイツリー開業の日、スカイツリーの下でスカイツリーという一発芸を披露していましたね。体全体を使った一発芸、かっこよかったです。これでもトマトの得意分野だよね。トマトさんなんか前やったね。そうね。なんかやったよね。これがアレンジバージョンみたいな。そう、被害心みたいな、そういうことですね。2012年の締めとして、ぜひもう一度一発芸を披露してください。どうぞ。はい。せーの。じゃん。ん？これ。なになにこれ。え？あ、じゅんちゃんって書いてある人、これもしかして。あでしょこれね。いやーでもね、ノリツッコミもできるトマツさんですからね。そう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 、こうね、これ何、今年ね、じゃちょっと、はい、スカイツリーが開業してね、はい、私も行きましたよ、プライベートで。おー、スカイツリー、うん、すごい高かった、うん、まるでね、うん、スカイツリースカイツリースカイツリー、こんな感じで来た。私トマツ純ちゃんで締める。私、トマツ純ちゃん。おー、すごいよ。トマツ、映像を駆使した。映像を駆使したね。もう今日、だって私たまたまこの帽子見た時めっちゃスカイツリーって思ったの。うん、あー来たよね。オッケー、じゃあ次読む、うん。まあでもトマツリー始まったばっかだからね。そうね。人柄ネーム、マメナマントさんからいただきました。ありがとうございます。はい、かなちゃん、ゲストの矢作さん、トマツさん、ちょっとお時間よろしいでしょうか。いいわよ。どうぞ。おめでとうございます。クリスマスに、純プラス、あ、純プラス 3D が発売されるそうですね。
ホームページの情報によると、世の男性がキュンキュンする愛の告白があるそうですね。よかったら、ちょっと聞かせてもらえませんか？じゅんさんお願いします。あれですね。ラブ、なんちゃらみたいなやつで、じゅんプラスというね。いやー、これはね、世の男の人たちをキュンキュンさせなきゃいけませんよ。これ、矢作氏引かないかなー。これね、矢作氏引くと思うんだよね。と思うんだよね。おい、やめろお前、交差するのやめろよ怖えー怖えおい、カナ引けよカナ引けよ待って、ね、これ私先取るけどみたいなさあれこれオッケーせーのちょっと入れよー止まってりー止まってりーおーなのなんでやべーあのんの工作してるのあいつ絶対工作してるしてないよ本当にこれは何ジュンプラス？そう。ジュンプラス。あのね、世の男性がキュンキュンする愛の告白。お願いします。そうそう、こうね、うんうんうん、ジュンプラスですよ。うんうん。こうタッチパネルをこう押すとね。うん。頭くすぐったいよくすぐったいよこんなところに呼び出して、何？呼び出したのは私だった。ね、実は、私、あなたのことが、ずっと、くすぐったいよずっと、好きだったのだから、私と、そう、喋ってる。喋ってる。立ち回ってる。もうそれが気になって、ここは聞けなかったよね、またね。そうね。素晴らしいよ。とまつりですよ。次行きます、うん。ラジオネーム、宮なんとかさんからいただきました。ありがとうございます。はい、ますじゅんちゃんこんばんは。こんばんは。ゲーム、飛び出せ花沢の森の中で、スズキや伊藤といった魚が現れますが、幻の魚、花沢が釣れた時の、息の良すぎる花沢のポーズを見せてください。病弱の妹が見たがってるんです。ぜひお願いします。うわぁ、せこいわぁ。何花沢という魚を。魚のポーズ。そうそうそう。そうだよね。息のいいね。これはもうカナラがやるべきだよね。カナラ。花沢の森だもの、まあね。うん、そうね。飛び出して花沢。飛び出していくんだよ。何なんだろうね。じゃあ、これ。せーの。ちょっと待ってなんでなんでなんですごい今年すごい何かが落ちてるはい。ちょっと待ってよちょっと待ってよねえなんなの去年のこと何だ仕組んでんでしょ仕組んでないよ本当に今年も去年も仕組んでない、うん、じゃあ聞くけど、お前去年仕組んでたか仕組んでないよ仕組んでねえよ、今年もやばいマジでえぇ、これ怖いわ怖い、ね、人から怖いわ怖いわほんと怖いわ怖いマジか面白い飛び出せ花沢の森の森の、はい、花沢が釣れた時の、そうそう、幻の魚花沢が釣れた時の、まあ、せっかくもらったしね。そうね。そう。生かしてね。はい。あ、なるほどね。なるほどね。こういう感じなんだ、本家はね。飛び出せ。本家。うん。オッケー。花沢のポーズ。花沢が釣れました。うん。クククククヒットヒットヒットウェイウェイ花。花沢は。もふ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 も
長かったよ、ね、今、これさ、だって終わり時、だって誰も助けてくれないじゃん、これ。そうなんですよ。誰も終わり言ってくれないじゃん。そう、自作自演なもんで。うわ、怖えー。はい、ということで、終わりです、このコーナー。あれね、もう終わりです。終わりですって。というわけで、引き続き皆さんがじゅんちゃんに励ましてほしいこと、または過去にじゅんちゃんに励まされちゃったエピソードを募集しております。でしょ、以上、言いたいでしょ、私、まるまるじゅんちゃんでした。なるほど。どうにでもなるみたいな。そう。じゃあ曲、ここでいい曲いきますかね。チキンで。花沢香菜で、サイレントスノー。花沢香菜の、一人でできるかな？一人でできるかなクリスマスパーティー、そろそろエンディングの時間になってしまいました。番組では各コーナーへのお便りを募集しております。詳しいコーナー紹介はブログにアップされていますので、ぜひアクセスしてみてください。メッセージの宛先は郵便番号 105-8000 に文化放送花沢香菜の一人でできるかな各コーナーまで。そしてね、ここでリスナーにプレゼントのお知らせです。イエーイ。現在放送中、トラブル、トラブルダークネスの台本に、私と、ハギシとトマツの3人のサインを入れて、なんと3名の方にプレゼントします。ね、応募は必ず、お名前、住所、連絡先を記入して、クリスマスパーティーのおこぼれください係まで、はい、送ってね。はい、ということで、メッセージの宛先は、できるかな @joqr.net です。2012年のクリスマスパーティー終わっちゃいますよ。楽しかったね。そうですね、うん、来年来るで。なんかもうね、うん、自分は大丈夫って思ってるかもしれないけど、これこういう1年ごとに順番がね、そうなんとなく回ってきている。しかもやらせではない、本当に、うんうん、これ来年、うん、来るで来るで。なんで来るでなの。来るで来年。花沢は来年来るで。来るかな。いやでもさ、ヤハギトマツ、ヤハギにまた帰るかもしれないじゃん。いや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 、私来年27だよ。そろそろ結婚発表とともにね。もうね、なんだろうね、この全身どうしたらいいかわからない感じ、ね、そう、うん、怖いよね、怖いわ。怖い、もう黒いの、黒いの引かないように、ほんとゾッとする、ほんとに。というわけで、はい、じゃあ2人からお知らせ&リスナーさんにメッセージがあればお願いします。はい、じゃあヤギチから。はい、現在ですね、うん、超 A&G プラスにて、うん、毎週水曜、うん、23時、うん、ちょっとね、うん、放送時間ちょっとこうあやふやになったりするんだけれども、うん、変わったんだよね。23時より、矢作さくらのちょっとお時間よろしいですかという番組を、弊社の後輩さくらあやねと一緒にやっております。はい、すごく適当に自分たちの好きなゲームとかアニメとかの話をしてます。皆さんよかったら聞いてください。来年もここにいられるように来年一年も仕事頑張ります。よろしくお願いします。先生っぽかった。すごい、うん、頑張ります。宣言したね、うん、今ね、ちょっと高いとかやいいと思う。ありがとうございます。じゃあそんな感じで、はい、まずもよろしくお願いします。はい、12月27日にですね、うん、連載してる声優アニメディアさんで連載があるんですけど、うん、それのはるかモードっていう連載が、うん、一冊の本になります。お、題してハルカモード2009-2012というね、あの2009年から2012年までの、もう9、10、11、12、4年分、3年半か、3年半の私が詰まってる。私見たことある。ある。それがね、一冊の本になったものが12月27日にね、もうすぐじゃんされるので、ぜひね、ちょっと遅いクリスマスプレゼント的な感じでゲットしていただければなと思います。はい、うん、そして、1月16日にですね、うんうん、私のセカンドアルバム、さっきもね、ちょっと流させていただきましたけれども、うん、明日色ひまわり、他いろいろ入りましたサニーサイドストーリーというアルバムが1月16日に発売されると同時に、1月13日から全国ソロライブツアーを、うわー、ので行きたい、遊びに来いよー。行くよ行くよ行くよ、来ちゃいなよーっちゅうことでね。すごいね、年明け早々ツアーなの、うん、そうなんですよ。
もうね、明けましておめでとうますな感じで。え、なに、失笑？ごめんごめんごめん。失笑？巻き目でお願いします。あ、そうか、巻き目でね。そう、的な感じなのでね。もうぜひ遊びに来てくださいませ。はい、はい、はい。あ、じゃあ、私からもお知らせです。はい。フォースシングルサイレントスノーが、トモツのアルバムの発売日と一緒だよ！うわー！両方かよ！両方か、両方お願いします。というわけで、1月16日リリースだね。はい、ぜひチェックしてください。そして、こんな感じで、終わりだね。なんか言おうと思ったけど、いいや。あ、いいか。はい。まあ、というわけで、矢作さゆりちゃん、トモツはるかちゃん、今夜はありがとうございました。ありがとうございました。さて、次回の放送は2013年1月2日、うわ、2日から聞いてくれる人いるかな、聞いて、ぜひ。はい、ということで、この時間のお相手は花澤香菜と矢作さゆりと戸松遥でした。次回もみんな聞いてくれるかな。